やっぱりスバル6周年なわけ。みんなわかる？6周年でさ、やりたいことがあるの。スギャクをここで断ち切るということで、スバルはね、まあ皆さんご存知の通り、いろんな人からスギャクされ続けてるんですよ。でもスバルはね、ちょっとね、スギャクをしてくる奴らに勝ちたい。この6周年にして初めて。え、誰だお前は。俺はホロライブ5期生オマル・ポルカ・マイル。なに、お前は絶対スギャクを手放してはいけない。こんなにもスバトモはスギャクを望んでいる。なそうだろう。スギャクはもう絶対に終わらす、うん、お前を絶対やだ、ぶちのめしてやる。お前一人だけか今日来たのは。よし出てこい、我が十なんていうの、あれなんか我が化身、従属、ああ獣よ、獣であってくさ来い。あおー、狼ミオです。どうだミオじゃ。スバルはちょうどこの二人に勝ちたいと思っていた。なぜならミオじゃ、最近ちょっと地区神が強いんじゃないか。え、そうですかね。始まった瞬間猫かぶりやがった狼なのに。こいつふざけんじゃねえ。ということで今日はこの二人に勝って絶対にスギャクの流れを断ち切ってくれる。スギャクの流れ本当に終わるんですか。うわー、今クソ煽ってる顔してるだろ。とりあえず弱そうなミオシャと対戦したいんや。いでよミオ行け。うん、ここで重大発表もさせない。もうこの配信はここで終わらせる。ちょっとそれはまずい。ここで終わらせんのはマジでまずい。じゃあちょっと全部発表させない。もう今日は絶対発表せんから、ね、絶対勝てるから。ミオシャどれがいいんだ、はい、選べ。これじゃあ、はい、狼の遠吠えいきますか。いいや、じゃあやらせていただきます。お願いします。おおやべえ、うめえ、ガチやろ、ガチガチ。いけるぞミオ、いける、いけるぞミオ、かわいい。どうだどうだどうだ。え、勝てるかこれ。ちょっとミオシャさ、舐めてんじゃないの。ミオくん、はい、でもミオくんは1回目遊ぶから。あ、まあこれスバルも0点だしな。はぶっちゃけ、ふざけんなお前。行くぞ。絶対にスバルはこれでミオシャに勝って、もう地区神を終わらせる。お前を終わらせに来た。三本戦士やから結局。行くぞ。これで終わんねえんだよ。これでスバル1点でも取れば勝ちだから。0点0点。言っとくけど0点以上やったらスバルの方が上手いってことだからね。アヒルの遠吠え。よっしゃ、ピー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 。どうだ、なんか進んでなかった途中。なんかチュンチュン、なんかそうめんすすった一回。そうめん始まったの夏の6点。見ろこの6点を、散々と輝く6。ちょっと待って、これマジで勝てるだろ普通に。え、スバルがでもこれで0点取ったらうちの勝ちってことだよね。そうだよ、6点以下だったらいいんだよ。絶対勝つからな。お、ピー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 。新しいポケモン。ねえスバル、普通に間違えてさ、普通のマイクでしちゃった。嘘でしょ。はぁ、お前な、お前、はい、じゃあミオシャの勝ち、はい、ミオシャの勝ち、イエーイ。もう一回させて、もう一回、お願い、お願い、お願い。大空スバルさんは疲れているんです、もう一回やってください。じゃあ、もう一回、Y ボタンを押してください。また来週、また来週終わったじゃないか。Y ボタンを押せ。もう一回させて、もう一回。絶対、次は絶対行けます。もう一回やってください。しょうがないにゃ。ミオシャ、そっちでゲームの音を下げれる。いやでもね、これはマジで勝つて
でも勝ちたい。でも三好はそしたらスバルに甘々のママになってね。うちは竹髪をやめてスバルのママに。そうだよ。なぜそんなジョブチェンジある？ある。ジョブチェンジ。ミオシャ6点でしょ。そんな変わんねえだ。3点、4ぐらいじゃない。でも終わるタイミングは一緒だ。どうだ。はい、ミオの勝ち。はい、ミオの勝ち。はい、ミオの勝ち。次ね、次ね、次勝ったらこれ100点満点ね。しょうがない。じゃあまあうちらは結構優しいから次勝ったらまあなんか刺してやってもいいよ。うん。エスバルは何が得意なの？馬。お、馬？馬マジでね100点取ったよ。でも他のやつがいい。ミオシャの得意分野戦いたい。ミオシャは初めてなんですけど。まあうちは本邦初公開でここでやってるんですけど、レアなんですけど。レアなんですけどミオシャは。あ、じゃあこれにしようかな。ツッコミを入れる。来いよ。行くぞ。次のお題はこれだ。お、短むず。そうだよ。さ、短期勝負、短期決戦。オッケー、やるぜ。やってやるぜ。なんか最後話だってしないで。もう もう9点9点9点ね。ミオシャもしかしてお前ヘタ族なのでは。今日の最高得点だよこれ。確かに今日の最高9点まずさすがに超えられるだろう。スバルこれは9点任せな。お、ピシャ。なんで最後にみんな鼻がふかんするの？ねえ、もうさ、あのさ、ねね、流れとかあるんだけどこっちも。新章も新曲だかもなんか重大発表もないです今日。お疲れ様でしたね。はい、じゃあ配信も終わっておきましょうか。もう始まらん、始まらん、こんなん始まらせてね、ごめん始まらんよこれ。始まりません。調子乗ってたっていうか、やっぱ60年だから。でもこれはもうちょっとあのなんかなんかちょっともうちょっと1時間枠ぐらいで見たいから後でやってください、これじゃ。確かに。またやるってこと、これミオシャと。ちょっとミオシャとちょっとあの下手対決でもやってて。なんだよ、ポルちゃんもやってよ。いや、ポルカ来ちゃうとちょっとバランス壊れちゃうからさ。そうだね。お前絶対そんな上手くねえだろ。プロとジュニアぐらいもしかしたら。うるせえな。6年もホロライブやっててこの様かよ。もう全部見せない。もうなんかほら、もうこの代わりにこのムービーを見な。